はい、今回ですね、ニクさんの新商品をご紹介したいなと思います。コーデュラバリスティックで作られたバッカーになります。品番が BA4022 というものになっておりまして、コーデュラバリスティックっていうのが結構今年ずっと新商品として出てて、このコーデュラバリスティック何かと言いますと、このコーデュラさんっていう生地のブランドさんがありまして、それのバリスティックっていう織り方をしているめちゃめちゃ耐久性があって撥水性もあって軽量で、丈夫ですよ、一番いい生地ですよっていうものになってるんですけど、それとニックさんがコラボしたっていう商品になっております。で、以前に3つほど動画出してますんで、よかったらそちらもご一緒にご覧いただければなと思っております。で、こちらの特徴なんですけれども、全部がこう見ていただいたら分かるんですけど、生地、コーデュラバリスティックの生地でできてるんですけれども、さらにちょっと細部にもこだわっておりまして、まずこの辺全部缶止めって言いまして、この辺なんです。ちょっとちっちゃくて見にくいと思うんですが、この部分ですね、このちょぼで全部止まってるんですけど、これ缶止めって言いまして、これ専用のミシンでしっかりこう塗ってあるんで、よりこう取れにくくなってるっていうものになってます。補強されてるっていうので、ここめちゃめちゃ丈夫にこう縫われてるっていうものですね、なっております。これが1点目ですね。で、続いてなんですけれども、この底がプラスチック樹脂になっております。これ全部ですね、ここの部分なんですけど、この生地とこのプラスチックの境目のところ、ここがちゃんと面取りされております。触ってもらったらもうツルツルで、普通だったらちょっと角ができて怪我しそうなところにはなるんですけど、ここもちゃんと 全体がもうここまで面取りされてるんで、ここもずっとツルツルですね、なっております。で、さらにですね、以前このニックさんバッカン出されてたんですけれども、その商品が出てた時にお客様からお声をいただいてまして、足なしの方がいいということで、その以前あったバッカンも足があったそうなんですけど、これそこを見ていただいたら分かるんですけど、これ足ついてないです。完全にスラになっております。で、これところどころこの丸い穴が開いてるんですけれども、ここに後付けで足をつけることができます。付属でこんな、ちょっと見にくいんですが、こういう、ちっちゃいオセロみたいなやつなんですけど、このゴムがありまして、これをここに出れるようになっております。なので足をつけたり外したりして、こう付け替えて使うことができます。足なしの方がいいっていうお客様の中には、やっぱりゴムの方が削れて、線が入ってしまったりとか、足があるって場合はその底が汚れないようにできるっていう意味でも、そういうメリットもあるんで、これ使い分けできるっていう風になっております。はい、以上が商品のご紹介になるんですけれども、こちらの商品、商品としてはお値段ちょっと高いです。お高いです。ですが、ものは値段に見合ったすごいいいものになっておりますので、よかったらご購入検討してみてはいかがでしょうか。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。